なんか誰か絡まれ、何してんの？あれ？メンバー A？ ないない、女推しに弱いぞ。そうなの？やめてくださいって言ってるじゃん。あ、何言ってんだ、俺どっか行けよ。いや、なんか通りまで聞こえたから。嘘、番号聞いてくれるの？なんでだよ。 なんでそんな。ブルーゼット？え、だよな、いたよな、そんなやつら。あおった。お前何してるんだ。お前はブルーゼットはまだあるんだ。他のリーダーは形はどうあれ次のステップを踏み始めていたぞ。お前の選んだ道なら文句は言わない。だが本当にこのままでいいのか。あら、ここはなんか変わらないんだね。あ、女の人逃げた。あ、お前ら息いいな。おい、あと一歩でナンパ成功。いや、全然成功する兆しなかったし、なんならお姉ちゃん奥にいるんだけど。え、やっちまうの？お前、5年前にやられたのに。え？ああ、おっさんの気が済むまでボコボコにされなのかさ、このお前らが気が済むまでなのかどっちかによるんだけど。え？そうなんだ。全員が全員、あれなんだね。こう変わってるわけじゃないんだ。あ、そうだよね、普通に考えたらね。ちょっとずつちょっとずつ電流の強さ変えてきてるよ。多いな、しかし多いな。あ、闇が出せないよ。で、あ、起こしちゃった。ごめん、刺しとこう。大断線苦手なんよな。まあ、まだ切る、まだ戦いやすい方なのかもしれないけど、最終決戦までにあれだな、ちゃんと装備つけとかないとな。キリュウ何もつけてないからね、今。防御一切なしだからね。こいつにどんな屈辱的な攻撃をしてやろうか。ただ刺すだけだもんな。それじゃあちょっとつまんない。バケツでぶん殴る。あ、できないね。あっち行こうよ。あっちあっち。この火のとこ。火のとこにさ、頭突っ込ませ。こいつ。あ、いけるわ。あ、でも木のところにはできないのか。なんか極み通貨なんかであったような気するんだけどな。気が済んだか？そう、俺だって分かってんだよ。カラーギャング構想時代には弱小扱い。今は完全に置いてけぼりで、こんなバカバカやって。焦ってないわけねえだろうが。そうなんだ。青田さんは白木や赤いたちとは違うんすよ。ホワイトエッジもブラッディーアイも一部の幹部連中以外はあっさり切り捨てて今の立場に収まってんだ。青田さんにだって組の人から声かかってたんすよ、うちでやらないかって。でも青田さんは、あー、なるほどね、末端を切り捨てたくなかったんだ。白木や赤井に切り捨てられて、行き場を失って変なもんに手出してダメになっていったやつを何人も見てる。俺らが頭悪いから青田さんに迷惑かけっぱなしで足引っ張ってるだけだけど、でも何があっても青田さんに一生ついていこうって思いはここにいる全員が思ってることなんです。なんかこいつら仁義に厚いやつらやの。お前らすみませんでした、桐生さん。こいつらはこう言ってくれてますけど、俺もこいつらに甘えてました。ずっとギャングみたいなことしててもきっと何も変わらないんです。これからはこいつらと一緒に歩める次のステップってのを探してみます。
お前らついてきてくれるか。はい。意外といい仲間に恵まれてるじゃねえか。カラーギャングしていた奴らの中で実は一番幸せなのは青田かもしれねえな。やっと見つけたわ。カラーギャング、黒じゃなかったわ、青だったわ。適当こいてたな。レベルアップした。またキリちゃんお腹空いてきちゃったね。ちょっと何か食べよっか。スマイルバーガー行こうかな。じゃあ近くにあったし。いらっしゃいませ。食べていく。男食いなんだよなここ。ありがとうございました。キリさん背高すぎてさ、机めっちゃ低く感じるんだけど、気のせい。やべ、あ、見つかっちった。お前がキリュウか。ああ、俺は黒悪夢というチームに所属するランク4だ。なんだって？黒悪夢っていうチームに今目つけられてんだよキリさんは。でもランク4って何？名前？通りな。まあ黙ってついてこいよ。あれ、ついていくの？ついていくとどうなるんだ？なかなか警戒心が強いな。臆病者だな。まあ俺はここで追っ始めても構わないぜ。お前こそなぜ場所を変えたがるんだ。ふっ、殺に見つかるかもって心配だけだ。俺はどこでやろうと何を使おうと一向に構わん。さっさとかかってこい。すごいな、もう戦う気満々なんだな。大丈夫？サングラスなんてかけちゃって夜なのに視界悪いんじゃない？よいしょ。あれ、なんかあれ、2人しかいないの？あ、本当に。お、なんかいいの持ってる。今持てたっけさっき。あぶれいいの手に入れた。ちょっと立ってもらわないと当たらないじゃないのよ。グフ、さすがだな。お前の名はランク4と言ったな。チーム内の投資番号だな。投資番号って、まあただのランクだ。リーダー格のみランクを名乗れる。俺と同じランク4が複数いるぜ。どういうことだ。階級以外のものを名乗ることは禁じられてんだよ。俺が属するチームの掟だ。じゃあ番号で呼ばれてるんだ。みんなこれから上のランクのメンバーがお前に挑むことになるぜ。え、ってことは 3,2。 あー、でもだいたい3人倒すと出てくるんだよね、ボスがね。なんか多分1がボスになるのかな。 OK、 ここだ。いるわ。お前が黒悪夢のボスだな。ああ、ランク0だ。両脇にいるのがランク1。ランク1。チームに2名しかいない精鋭だ。両脇にいるのがランク1。あ、どっちもランク1なんだ。一応聞こう。なぜ俺を倒してギャングの頂点に立ちたいんだ。すごい眉間にしわ寄ってる。単純な話だ。もう他のチームのバカどもとくだらん小競り合いはしたくない。そのために全国を回り、俺の意見に賛同できる腕の立つ奴らを集めてきた。ほう。じゃあお前が勝ったらこんなランクだらけのチームが街に溢れるのか。うん。まあそういうことになるな。ふん、それはそれで味気ないな。なんだと？はじめに言っておくが、俺は別にギャングの存在を完全に肯定しているわけじゃない。だがギャングの全てを否定はしない。人間同士のコミュニティ、よりどころとしては最低の人間が集まる可能性もあるだろう。だがそれは極道組織だって同じだ。だがギャングもヤクザもお前らのようなランクだけでしか呼ばれないような人間の否定の仕方はしない。ふん、ご大層な説教だ。で、どうする？まさかここまで来て逃げるって話じゃないよな。ああ、俺にとっては潰すだけの価値がある。カムロ町の未来のためにもな。なんか悪いこと言ってるよこの人。潰すとか言い始めちゃったよ。潰す価値か。まあ残りの大口は勝ってからにしてもらおうか。もし俺が勝ったらカムロ町から手を引いてもらうぞ。勝てたらな。ランクか。
黒悪夢ってもう完全にビジュアル系っぽいんだよな。強いんだろうな、多分強いよな。なんかボスはね結構いい勝負してくれるんだよね。そうでもないかもしんない。あ、やべ、一人ずつ潰そう。いてこれで一人か。鼻っ柱折ってやる。あ、あれ、バールって鼻やってくれるんじゃなかったの。あれ、あれか、ピンチか、鼻やってくれるのは。鼻か指か詰めてくれる。恐ろしいこと言ってるけど。おっと、危ね。え、ランクゼロさん、手応えなさすぎません？あ、そんなことない。なんか面白いのないかな。ないな。つまんねえとこで喧嘩させられるな。なんか溜まったけど知らない。やってる暇ねえよ。くそ。約束だ。おとなしくカムロ町から出ていけ。く、わかった。だが俺がいなくなることでボート溶かすやつも出てくるかもしれないぞ。俺の統制は完成に近づいていたからな。完璧な統制か。余計な心配はするな。え？なんだと？この町にはまだ自戦作用がある。自戦作用、俺がいなくてもこの町を良くしようという気概があるやつらもいる。カムロン盾のことか。あんな弱小自警団に何ができる。お前に助けてもらってやっとの組織だろ。そう、今はまだ弱小もいいところだ。しかし組織の始まりはあんなものだろ。そしてカムロンの盾は大きな力になる。そういう可能性を秘めてると思うぜ。それこそお前らの組織よりもな。あいつらの思いには信念を感じる。俺が人間に最も大事だと思う素養だ。だから俺は今の段階で潰されないように助けている。じゃあ見せてもらおうか、奴らの今後の発展を。な、せいぜい潰されないように気をつけるんだな、アバよ。だって黒悪夢、不気味な組織ですね。とてもガキどもの集まりに見えないような組織としてある種の凄みがありましたよ。まあそういうことを言うなよ。ん？俺はカムロの盾に将来は黒悪夢なんか足元にも及ばない組織力がつくと思ってるんだぜ。黒悪夢のボスにもそう言ってやった、勝手に。せいぜい頑張ってくれ。ええ。そんな大風呂敷な。なんだ、あんたの信念はそんなものなのか。なんだかがっかりだな。いいえ、目指すところです。必ずや目指します。はい。赤石さん、裏の顔がすごいからな。何度も言うが頼むぜ。俺は結構あんたのことを買ってるんだ。カムロ町の将来を背負う一人だってな。おお、キリュウさんにそんなこと言われるなんて感激です。これからも頑張らせていただきます。あ、こちらお礼になります。また10万くれた、ありがとう。なんか黒悪夢倒しちゃったな、ノリで。ギャングあとどのぐらいいるんだろう。結構倒したな、あと2個かな。なんかやってる、あ、これかな。これ忘れてたな、そういや。まあ皆さん落ち着いて。腹が減るとイライラするのはな、脳が血糖を上げようとするときにアドレナリンの分泌が促進されるからなんだ、だとよ。ほう、物知りなんですね。つまり今俺の脳にはさぞかし大量なアドレナリンが分泌されていることだろう。おい、どうした？え？ああ、いや、なんでもないっす。いや、なんでもあるんですけど、大丈夫っす。大丈夫なんで。そうか。え？なんでもないの？すいません、やっぱ大丈夫じゃないっす。なんなんだよ、お前。すいませんけど、ちょっといいっすか。なんだ？あのですね、俺、今この人たちに弁当届けるとこだったんすよ。あ、俺、バイトなんすよ、出前の。でですね、バイクがこけまして、盛大に。ベッドぐちゃぐちゃなんすよ、もう。どうしたらいいですかね。どうしたらいいと思います。いや、それは、
店に電話するでしょ。見ず知らずの通行者を巻き込むな。どこまでも旗迷惑な若造だ。だってすまないね兄さん、近接行ってくれ。行かないで、行ったらダメ絶対。たくしょうがねえやつに関わっちまったな。おい、弁当は本当にどうしようもないのか。あー、いや、まあ飯部分はギリいけそうなんすけど、おかずエリアは完全にアウトっす。なんでおかずエリアだっけ。やっぱ飯だけじゃ無理っすよね。いくらロハスっつってもな、絶対おかず欲しくなりますもんね。当たり前だ、白飯だけでは無理だな。じゃあこの辺で惣菜でも買ってきたらいいんじゃないか。金はかかるだろうが、それはお前の責任だろう。あ、すげえ、それすげえいいっす。全然思いつかなかった。バッチリっす。それで行きましょう。ナイス起点だ兄さん。そうか、じゃあ頑張れよ。よし、あざし。え、いいの。あらららららもうなんなんこいつ。すいません、こけた時足やったみたいっす。でもそっから動けないの。あ、ダメだ、折れてる。重心乗せただけですげえいて。折れてたら立てねえよすいません、なんかもうマジ自分情けないんですけど、代わりに買ってきてもらえませんか。もうしゃあないな。惣菜乗りかかった船だ、付き合ってやるよ。マジっすか、ちょっとマジっすか。うるせえなこいつ、うるせえなリンクしてたわ桐生と。で、元々の弁当はどういうやつだったんだ。カレーかよ、なんで飯。カレーとルー別個のやつなんか。で、ルーだけこぼれちゃったのかな。カレーか、じゃあ代替えは効かないな。カレーを探すか。悪いね兄さん、うちらとしてもこんな揉め事を起こしたくねえんだが。ほんとすいませんけど、なるはやで。お前しばくぞ。しょうがねえ、そこで待ってろ。カレー屋さんか、カレーか、松屋とかカレーなかったか。私飲食店の場所だけはどうしても覚えてないんだけど松屋ってどこだっけ。松屋太平通り店。うん、太平通り店行こう。能力強化だけしよう。なんかめっちゃ溜まってる、いつの間にか。今日も松屋へ。いらっしゃいませ。カレーは頼めるか。はい、取り扱っておりますよ。持ち帰ることはできるか。ルーだけのパックがある、都合がいいんだが。それでしたらオリジナルレトルトカレーはいかがですか。こちらならルーのみでお持ち帰り用となりますよ。そんなんあるんだ。そうか、じゃあそれをもらえるか。なるべくたくさんなんだが。かしこまりました、少々お待ちください。お待たせいたしました、大量のオリジナルレトルトカレーをくれ。すまないな。いえ、またのお越しをお待ちしております。大量のレトルトカレー。ルーを買ったはいいが、このまま届けても食べられないな。あーねえ、温めてから行くの。温めてもらえねえよ。てかで、そう、レンジとかでいいじゃん。そのあれ、あのほらコンビニとかのさ、温めよろしくっつって。ダメなの。伊達さん伊達さん、奥のコンロを使いたいんだがいいか。構わないが、なんだ桐生、料理でも始めるのかちょっと面倒ごとでな、カレーを温めないといけない。そうか、大変だな伊達さんはもう聞くことを放棄した。あ、じゃあ借りるぞ。もうみんな桐生帰ってきたと思ったら、カレーめちゃくちゃ持って温め始めるっていう。これだけ大量だと結構時間がかかったな。ありがとう伊達さん。ああ気をつけてな伊達さんは何かを聞くことを諦めた。さて急いであの出前に届けてやるか。もうあんまでも急ぐことはあんまなさそうだな。カレー持ってきたぞ。いた。あ、どうすか。カレーどうすか。なんとかなりました。はい。うわ、すっげえ、めちゃくちゃルーあるじゃないですか。
しかも超あっち、ちょっとあんたどんだけ気回るんすか、パーフェクト対応じゃないですか。確かに、うおー、カレーだ、みんなカレーが来たぞ、カレーだカレーだ、わしょいわしょい、あははは、お前はとにかくげんこつもらってこいな、店から。主任ちょっと浮かれすぎじゃないですか。え、どういうことだ副主任。確かにカレーは届いた、しかしそのカレー果たしてうまいんですかね。何みんなポカンとしてんだよ。俺たちがもともと注文したのは有名店のカレー、そのカレーありとしてこのカレーがどうなのか。浮かれるのは食ってからにしましょうよ。え、何そんな現場のご飯にそこまでこだわりがあるの。持ってこいよお弁当じゃ。なやこいつら美味しくなかったらしばかれるんだこいつ。どうよ、うまいうまいぞ。おお、うめえ、すげえすげえっすよよかったな。いやマジリスペクトっす、あなたがいなかったらこんなうまくいかないっすよ。それよりお前足は大丈夫なのか。全然っすよ、今テンションめちゃくちゃ、いやさ、あのアドレナリン、そうか。いやほんともうあざす、今さらっすけどお名前聞いていいっすか。あ、俺トモヤって言います、キリュウだ。キリュウさんっすか、宮島でかっけーってどういうことっすかキリュウさん何かお礼したいっすけど、俺こんなんしか持ってなくて。あ、いやいや全然ありがとう。なんかしょぼくて申し訳ないっすけど気持ちはすげえあるんで分かったよ、もらっておく、もうこけるなよ。よし、どうかお達者で。よし、休憩終わり、働くぞ。おう、この人たち待ち時間で休憩ほぼ潰れてるような気がする。よし、またシェラックだなみたいな感じで。あれ、紫ジャケットじゃないこれ、これ紫じゃない、ほら、あんた桐生さん。ああそうだが、そっか、仕方ないね。何がだ、ちょっと悪いけど俺たちの喧嘩に付き合ってもらうよ。はあ、パープルキラーズダッサ鬼ダサいんだけど。エビ天国、エビ天国だって、食べたいんじゃない、エビ天国。かわいそう、あ、チョコ持ってる、見逃してた。ヘイ、キリュウさん、ポールダンサーいけるよ。お、待って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 、ショットガン持ってるやついる。街中でショットガンはなしでしょう。ちょっと危ないから先倒しとこう。全部外すってどういうこと？やっぱえらい強いじゃねえか。あ、あれ？どうした？いや、分かってくれないと思うけど、俺変な男に頼まれたんだよ。そいつも喧嘩に混ざってたんだよ。え？混ざってたの？何を頼まれたんだ？いや、その男と同じ紫のジャケット着て、あんたに話しかけて喧嘩を吹っかけて、あんたの気をそらしてくれって。別に本気でやらなくてもいいけど、もしそれであんたを通せたら。そうしたら金をくれると。そう、そうなんだよ。はあ、これ、ふっかけるだけで10万。でも、すごいもう、病院費行くだけで10万飛びそう。はあ。一緒に戦ってんだ。なんだろうね。よくわかんないや。まあ、桐生さんに恨みがあるんだろうね、多分。そっか。おい、お前、すいません、指とか勘弁してください。え、そういうのじゃない、指なんてどうでもいい。お前らも金に釣られたのか。え、紫の服の男に金で釣られたのかと聞いているんだ。
やっぱそうだよね。ちょっと違うけど。話せ。はい。私どもピンク通りの店でぼったくりに会いまして。10分いただけで超こわもての人に100万円ってすごい額要求されて逃げようとしたら捕まって。暗い路地裏でなんだか鈍く光るもの出されて、あー茶かね。もうピンチって時に紫の服の人たちに助けられたんです。その人100万円払ってくれたんです。あの時の天国から、地獄から天国感ったらもう、でもそれは真の地獄への序章でした。なんか詩的だな、こいつ。紫の服の一人がすごく怖い微笑みで、キリュウって男と本気で喧嘩しろって言い出したんです。わけが分からず最初は拒否したんですけど、100万円肩代わりしたんだからって、それはもうすごく怖い表情で言われて。しかも手元には前のヤクザのなんかとは比べ物にならない、すごく鈍く光るものを持ってたんです。何なんだよ。はあ、なるほど。ぼったくりもそれグルなんじゃないの。いらねえよお前の指なんて。いらないと言ってるだろ、さっさと家に帰れ。子供じゃん。この男は本当に知らないようだ。真相を知るには本物の紫の服の男たちをどうにか捕まえなくてはダメみたいなの。難しいこと言うな。まあ、あと一人倒せば多分出てくるわ。あ、紫スーツ。喧嘩か。え、あれ、こいつ知ってるぞ。こいつ龍が如くオンライン出てくるぞ。まったく路地裏とはいえタバコをポイ捨てするとは、最近の若者は実にノットスパイシーだ。おっと、これは失礼。あれ、なんだあいつは。あれ、紫のスーツの男だったけどな。あれ、これサブストーリーかな。あれ、君は桐生くんだな。誰だお前。慣れ慣れしく呼ぶな。通称パープルキラーズ。かっこ悪いんだよな。どうぞお見知りおきよ。関係ない奴らをけしかけて一体どういうつもりだ。カムフラージュだよ。似たような奴がいっぱいいると後ろから殺すチャンスが増えるだろ。で、お前らの目的は何だ。目的を喋るプロの殺し屋が、あ、殺し屋なのね。殺し屋か。誰の差し金かも喋らなそうだな。さすがは分かってますな。じゃあお前らを叩きのめしてゆっくり事情を聞かせてもらおうか。何なんだ。パープルキラーズがこうカムロ町を制覇するみたいな感じ、そういうのじゃないんだね。なんかいるんだね後ろに。いいの持ってんな。鈍く黒く光るもの。さあ喋る気になったか。まあそうだよね。まあ好きなだけ沈黙してろ。お前を引きずり回してこの街の晒し者にしてやる。言ってることがヤクザなんよ。仇でしょ。確かに。こいつも所詮下っ端か。あれ、パープルキラーズだいぶ長いぞ。赤石さんかな。誰だ。あれ、パープルキラーズだ。先ほどは我が部下たちが大変に可愛がってもらったようで。てか電話番号なんで知ってんの。あいつらの親玉みたいだな。出た出た、なんか人を倒すことを料理っていうやつ。俺は回りくどいことが好きじゃない。さっさと決着をつけようぜ。目的は後からお前に聞くことにするぜ。はあ、随分と強気なお方だ。殺し屋に怯える人は大勢見てきましたが、向かってくる人は珍しいですね。確かに。それに電話番号をどうやって知ったとか。いや、これ割とよくあるからね、キリュウちゃん。誰だよ。だからボーリング場地下、そこやん。ただしあなたの抹殺資料は今も継続しております。はいはい。余計なお世話だよ。目と鼻の先だわ、ボーリング場。そういえばエンブレム1個でなんかもらえるんかな。今2個持ってるんだけど。5個か。いつも入り口分かんなくなっちゃうけど、確かこの辺こっちだったような気がする。
いた、帽子かぶってる。あ、ピエロっぽいよ。なんかお前がパープルキラーズのボスか。ボーリングはいいですな。単身が体当たりで10もの相手を倒す理想の鉄砲玉を見ているような。やめろ、変な見方するな。ボーリングを、おい、さっさと決着をつけろ。そのまっすぐな物言い、あなたは随分日の当たる道を選んで歩んでこられたようですね。人は一瞬先には死が待っているというのに、あなたは私にボーリングを見る暇さえ与えてくれないと。まあいいでしょう、行き急ぐあなたにさっさと引導を与えて差し上げましょう。参ります。え、どこで、え、ここで、お前ら、しかもちゃんと中に入って、え、一人もしかして、え、舐められたもんやの。え、どこまで行けんのこれ。え、めっちゃ行ける、すげー。ここ入っちゃダメだからね、本当はね。なんか私の嫌いなこいつ、警棒持ってやがる。ミスターパープルってなんやねん。ずるいぞお前それ。ちゃんとパープルだね、なんか軌道も。じゃあ容赦なしで。ちょっとやっぱ斎藤とは動き違うな。さすがに掴ませてはくれないか。うい、かっこいい。よし、さあいい加減話してもらおうか。誰に頼まれた。本当に直球勝負の人だ。ただそれが人生一番ガタを取らないことか。もう分かった分かった、ボーリング好きなんだね。うん、ピンみたいな顔してるもんね。さすがに伝説の極道といえども、一人を取り逃がしたとなれば殺し屋の名折れ。もはやパープルキラーズの看板は下ろさざるを得ない。いいでしょう、全て話します。私の依頼人、それは分かりません。なんだと、ここまで引っ張っておいて分からないだと。半分冗談だ。やはりあなたのような人は茶化しがいがある。こいつ強いぞ。貴様、依頼主は極道殲滅暗黒同盟、かっこ悪いな、なんか通称暗黒会と言われています。極道の殲滅を狙う、殲滅でいいんだよねこれ。あんまなんか見ない感じだから出てこない。おそらくカムル町でギャングどもが桐生一馬の打倒を競っている、その混乱に乗じてやれという依頼でした。もう極道じゃないんだけどさ、大した手がかりはなしか。まああなたは焦って探さなくても大丈夫でしょう、そのうち向こうから来てくれます。どういうことだ。我々が失敗した場合はあなたを直接やると言ってました。ああ、最後がそれなんだね。じゃあさ、そろそろ私は去ることにします。始末される身です、異論はありませんね。お前これからどうするんだ。まあどうなるか分かりませんが、せいぜい逃げ回って抵抗してみますよ。こう見えて生きることに執念深いんです。そうか、それではこう見えて、赤石さん、雇われ殺し屋集団でしたが、しかも今回のギャングの件に多少なりとも絡んでいるんですね。ああ、そして極道殲滅暗黒同盟、通称暗黒会ですか。目的が明確に分かる名前ですね。まあな、ただそいつらは前々からギャングの件には関与している気がするんだ。え、何か思い当たる節があるんですか。この間解散した関東ギャングスターズの RA ってやつの話だ。あ、謎の人物から電話で桐生さんを殺して倒せば金をやるって言われてた話ですか。そうだ、今思えばあの話がこの一連の騒動の妙な出来事の始まりだったと思うんだ。なるほど、
いずれにせよ向こうは待ってられない状況のようだ。町にいれば勝手に出てくるだろう。わかりました。こちらも引き続き暗黒界を調べます。あ、こちらお礼になります。いらない。今回はギャングの話でもカムロ町の話でもないぜ。もはや俺を狙う無法者との戦いだ。いえ、相手はどうであれ、キリュウさんは結果として町の治安を守られたので、ぜひお礼がしたいです。それにこれは私の勘ですが、ギャングの騒動はその暗黒界が全ての解決の鍵になりそうです。これからも町の治安にご協力ください。あらららららら、この人なんかいろいろ押し付けるようにお礼を渡してくるから怖いんだけど。もう逃げてるならカムロ町から去れよ。